富山地方鉄道はお乗り換えです。東京駅からの2番列車かやき503号で間もなく富山に到着します。今回は北陸の旅、北陸3県、富山県、石川県、福井県を3泊4日で旅します。それぞれの県ごとに1本の動画にまとめました。富山駅でお客さんがどっさり降ろされてきます。昔はここまで来るのにもう乗り換えをしたり夜行列車に乗ったりずいぶん長い時間がかかったものですが、最近では新幹線で2時間で着いてしまうんだからすごいことです。海岸号の次の停車駅はもう金沢。金沢を訪れるのは明日です。今日はこれから富山県周辺日本海側を北上して、今日の目的地は氷見がゴールということになっています。富山駅はもともとこういう感じで地上にあった駅でした。これも新幹線開業の準備のために多分仮のホームにしていた時代かな。私が中学生の時は国鉄型車両がいっぱいいて、駅前もなんか典型的な地方都市の駅みたいな雰囲気でしたが、今の富山はもう超未来都市の光景です。こういうのは日本でも富山しか見られません。すごいですよね。3両連接の路面電車がやってきて、そしてその本数も頻繁です。どこを見てもキラキラしていて、お客さんはどっさり、電車がいなくなると忙しそうにお客さんたちが横断しています。これはもう大都市の光景です。残念ながら地方の交通というのは徐々に勢いを失っていく、そういった傾向にありそうなものですが、富山の街の路面電車の運行の頻繁さを見てください。このように時刻表が埋め尽くされています。本当に凄まじい状態です。路線も豊富にあり、また新しい特徴を持つ駅として最近新しい駅ができました。トヨタモビリティ富山、ジースクエア、五福前、日本で一番長い駅名の駅などもあります。早速この路面電車で市内遊覧に出かけます。富山市は本当に立派なところ。環状線の電車に乗って街をぐるり一周すれば、遊覧船のような感じでたった200円で富山市内観光ができます。富山駅の下からちょうど路面電車が抜けていく光景、いや昔の富山を知ってると信じられない状態ですよね。街もこのような感じでぎっちりと埋め尽くされていて、こちらが富山県庁です。県庁のこれは昔の建物ですが今でも使われているそうです。1930年代に作られた大昔のもの。丸の内という名前が次の停留所です。もともとお城のあったところに大体県の中心的な政治の施設があります。路面電車はお城の周りをこのようにぐるぐる回って町の中心部を通り抜けていきます。向こうに富山城があります。これは戦後復興の時代に作られたもので、実際に昔の天守というわけではありませんが、しかし路面電車からこのようによく見えますから、やはり写真撮影のスポットとしてちょうどいいかと思います。中は博物館になっています。そしてこの辺りから宗川と呼ばれる富山の中心街、本当に賑わっています。地方都市っていうとね、なんか最近は人が出て行ってみたいな、なんか閑散として、そういう風なイメージどうしてもついてしまうところがあるかもしれませんが、富山は本当に素晴らしく、こんな綺麗なものまであって、なぜこういう風になっているかというのは、やはり政策的に様々な努力をしてきたからです。後の電車もまたすぐ後を走っているこの利便性、富山は公共交通を活性化させ、そしてその沿線に人を住んでもらうということによって、町全体を小規模に、しかしその中では大変賑やかにさせるというコンパクトシティ政策というのを取っていて、町の活発さは本当に他ではなかなか見ないものです。さて、私の乗っている路面電車にはブルーリボン賞というプレートがついています。これは極めて優れた鉄道車両に1年に1度だけ贈られる賞で、2006年に製造された車両の中で最も優れているのはこの路面電車ということになりました。しかし、大体ブルーリボン賞というのは特急とかそういうやつに付けられるやつで、路面電車に付けられた例というのはほとんどないんじゃないかと思います。ちょうど今路面電車で市内をぐるり一周しまして、このまま環状線から列車は直通運転をして、今度富山市街の外れの方へ向かっていきます。立派な新幹線が、それから在来線が2階に入っている高架の駅を後ろに見て、列車は今度富山港線に直通します。この終点岩瀬浜まで乗り続けます。ちょうど駅があって、あ、止まるのかなと思ったら、なんと通過しました。運転手さん間違えちゃったのかな。そうではありません。今駅を増やしている最中なわけです。どんどん便利になる一方です。駅が新しく増えていく、なかなか最近ではないようなことがたくさんここではなされています。そしてここで急な左カーブ、ここでね、右側をぜひ見ていただきたいんですが、この駐車場の左手のところに脇に細い道が1本あります。あのバスの裏、これです。
なんか違和感のある鉄道、これですね、そう、鉄道と今言っちゃいましたけど、もともとあそこに実は鉄道線が敷いてあったのですが、これが2007年に廃線となりました。それまでは JR 西日本富山港線として運行されていましたが、 JR 西日本としては廃止され、現在ではこの路面電車の線路に変えられているのです。 JR 時代は列車の本数も少なく、あまり小回りの効かない鉄道でしたが、 JR 西日本からの提案により、これ路面電車にしたらうまくいくんじゃないですかね、やってみたところこれが大成功、さすがですね。そして黒字路線として富山市民の足として非常に大活躍をしています。これ踏切止まれと書いてあるその下のところに目張りがしてありますが、 JR 西日本ってここに書いてあったんですね。そして分かると思いますが、もうここになると路面電車ではなく普通の鉄道線としてなかなかのスピードを出して走るのです。この効率的なシステムを担った第1号のこの電車にブルーリボン賞が与えられたのもこれなら納得です。それでは到着しました。まあ、ちょっと、ね、あいにくの雨なんですけど大丈夫です。今日はあの雨が降っても大丈夫なように工程を組んでありますので、この駅岩瀬浜ですが、岩瀬浜というのは何なのかと言いますと、まあ、これですね、北前船って書いてあるんですけど、ちょっとだけ江戸時代の話していいですか。こういう風なですね、貿易船みたいなのが結構江戸時代の日本海側でいっぱい通っておりまして、まあ、昔JR 西日本で寝台特急のトワイライトエクスプレスってのあったんですけど、まあ、ちょうどあれが止まっていくようなね、大きな町の港なんかにこういう貿易船が来てですね、でそこでさまざまな各地のものを、売ったりして、渡っていっていたわけです。で相当儲かったようで、なんかこれをもう乗ればなんか金が倍になって帰ってくるみたいなね、まあ、利益率 50% ですか、超儲かっていて、その地域を賑わせていたその船の寄港地がこの岩瀬浜でありました。ちょうど、ね、そこに日本海富山湾が見え始めましたが、要するにまあ岩瀬浜はなんていうんですかね、まあ、むちゃくちゃな言い方をすれば江戸時代の貨物版の新幹線停車駅みたいなね、まあ、そういう感じの場所だったわけです。でもこういう運河があるんですが、昔ですね、ちょうど今路面電車じゃないですけど猛烈なスピードで走ってますが、この岩瀬浜にたどり着いた北前船からの貨物、これをこの運河を使ってですね、お城の方まで船で持って運んでいたと、まあそういうことでしょう。そういうわけで貿易でにぎわいました岩瀬の街並みが、おすごいですね、こちらでございます。あ、結構すごいな。ちょうど今あそこにねトラックがいるんですけど、向こうもお仕事ですからまあしょうがないけど、いい感じのとこじゃないですか。こういうふうに昔ながらの商家という呼び方でいいんだと思うんですけど、四十七銀行跡地と書いてありますが、越中の経済が昔ここで動いていたのだということがよくわかるような光景です。富山駅からねライトレールに乗ってブラーッと見てですね、金融運賃の210円を払って、ああここが昔 JR 西日本の線路だったんだと言いながら到着する場所としてはもう完璧じゃないですか。これで巧みに稼いでですね富を築いた、そういう商家みたいなのが残っておりまして、これですね、ここはね旧馬場系住宅と書いてあるんですけども、五大北前船主の一つにも数えられていますというのから本当すごいですわ。北陸の中の五大だそうですけど、でも結構北陸は大きいですからね。今ね中でいろいろ詳しく説明をしていただいて私もよく理解したんですが、岩瀬浜の儲けた商家の中でもここが一番儲かったという一番立派なねお家の中を見せてもらってます。上の部分は江戸時代に建てられたもので、で火事があったんでこの辺は明治時代の最初の頃に建て直したものだそうです。もちろんですねお金儲けのための組織としてやってるわけですので、会社法人として基本的にはずっと営業を続けることになるんですが、この馬場家を使っていた、最終的に馬場汽船という会社になったその会社はですね、いろいろ合併などもしまして平成元年まで会社として存続したそうです。まあ、平成元年に、ね、もう会社としては解散したらしいんですけども、今でもその昔の盛んな営業の、ね、名残がこのようにあります。なんかここで商談とかしたらしいですね。だからその問屋さんなんでこれちょっとこんぐらい仕入れたいんですけどみたいなこととかね交渉したりする場所がここであると。でここにね門があります。さっき僕は別の門のところから入ってきたんですけど、これは切り抜き門と言いまして、まあ、ANA スイートラウンジみたいな感じ、一番もう超お得意様になるとこの特別な出入り口を使わせてもらってですね、でここからこう入ってきてこの玄関を上がってすぐにこの商談をする場所とかね、まあ、奥のこの先のところが一番の接待スペースらしいんですけど、確かになんか掛け軸とかねこういうところらしいんですが、まあ、こういうところで、この商家の人とお話をするということになるわけです。まあ、ここは要するにその会社の営業所兼社長一家の住宅みたいなね、まあ、そういう感じの場所なんですけども、この辺は昭和になって増築した部分だそうですが、確かに見るとね、当時の雰囲気ここにもよく残してくれてるんですけど、こういう飾りとかね、
こういう透かしとか余裕のあるこの広さとかですね、これ多分脱衣所でしょ、お風呂の前の脱衣所にしちゃ広いですよね。ブルジョワだったんだなってよくわかります。もうお風呂は小さいですね、湯船。まあこれで別に人間一人が入るには十分だから広くする必要はないってことでしょうか。上のところに湯気が抜けていく立派な作りですよ。ちなみに明治時代ですね、この馬場家が富山県への納税額1位だったそうです。ここはまた明治時代に作られたものなんですが、上のところを見ますと、ここね、上から光が差し込むようなこんな場所がありまして、でここがなんかそのオーナー家族の経営者たち の, あの家族が食卓を囲む場所だったらしいんですが、こういうところに座ってね、朝ごはんとか多分まあ超デラックスなやつを使用人とかに作らせてたんだと思うんですけど、座りながら上にこう明かりが差し込んでくると、使用人が作るんじゃないのかな、そういうのはやっぱ家族で作るのかもしれないですが、超儲かってたんだなってね。北前船ってのはそれだけ豊かで経済を動かしたものなのだということがよくわかると思います。金庫がいっぱいありますけど、金ありすぎて入りきらなかったんじゃないですか。ちなみにこうやって見ていただくと、向こう側からこちらの外までがですね、非常にこう長いんですけども、あの江戸時代ぐらいというのは、あの家の間口、このまあ何ですか、この横幅がですね、税金のその基準になっていたらしくて、まあ大抵こういう町屋みたいなやつは家の作りが縦長になりがちだったそうです。で今やってきたこちらは裏口なんですけども、裏口にしてはこういう立派な門とかもついていてですね、こんな風になってるんですが、これもねまたね廃線跡らしいんですよ。廃線跡というのはあの鉄道の廃線ではなくて川の廃止の跡らしく、今はもう少し向こうを流れているんですが、現在ここにですね、かつてここに神通川が流れておりまして、であっちに海があるんですね。で海に到着した北前船から、あの小さな船に貨物を乗せ替えて、その船がここにかつてあった川をこういうふうに来てですね、なんかここがもう普通にあの川が流れて水が流れている土手みたいなところだったらしいんですよ。でここに船をつけて、でこれでこう物をここに運び入れるということをやっていたそうです。もしかしたら潮の満ち引きの関係でここら辺まで、ね、水が来たりとかしていたという時代もあったのかもしれません。富山には北前船の発着していた港がなんと3つもありまして、1つがこの岩瀬浜、そしてこれから行きます新港、それから最後にはこれも後でちらりと紹介しますけれど、伏木、高岡、3つもですね大きな港があります。というわけで次のところへ移動しようと思います。じゃあすいません、よろしくお願いします。今日のこれからの工程を皆さんにご案内します。これより先富山湾に沿って北上し氷見まで向かいます。その途中にあります2つの北前船の通っていた港にもこれから立ち寄りご案内いたします。まず通りますのが新港、その新港から先は公共の乗り物、まあ、鉄道などに乗り換えてもう一つ伏木の港も通過します。そして最終的には氷見線などに乗り換えて、今日の目的地は氷見市、氷見に温泉がありますのでそこで今日は終わりです。しかしその前に皆さんに富山の港について知っていただこうと思います。今の岩瀬浜もやっぱり重要な港湾ということですが、ただね、あの港湾は大体こんな感じで、あのちょっと立ち入りが難しくなったりしておりますので、大体これぐらいしか見ることはできませんが、あそこにもね日の丸を掲げている船など見ることができます。今ちょうどね自動車をあのトレーラーから下ろしてこっちの方へ移動させて船に積み込む準備をしているところです。これが現在の岩瀬浜港、昔はここに川が流れていたみたいですね。さっきのねあの大きな商家、本当大きいですね、ここにあります。今の岩瀬浜はこのように手前に岸壁が設けられているわけですが、向こうはあそこに灯台があってですね、ちょっとこう長い陸地が築かれている。これは何なのかと言いますと、向こうを流れておりますのが神通川です。で神通川ってあの富山県のにもとても有名な大きな川なんですが、富山市のすぐ橋のところを通っているんですけども、その神通川がここにこう流れてきたので、まあ、海の中に、ね、こう入り込めるような地形になって、それでここに岩瀬浜の港も作られたというわけです。なんですが、そうすると内陸のところからこうこっちの方にどん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 砂がですね流されてきてしまって、でそうすると砂が溜まって水深が浅くなっちゃうと、まあ、大型船が入れないわけですよね。でそれを避けるために向こうの神通川とこちらの港の部分を大きくあそこにですね陸地を使って分けまして、多分向こうの水深は結構砂が溜まってやっぱり浅いんじゃないですか。でも向こうには別に大型船をもうつけないから関係ないんですよ。でこちらはこちらで砂が溜まらないようにしっかりと守るということをやっているわけです。ここに図でね分かりやすく展示してありましたけど、これを見ればもう一目瞭然ですよね。大型の船が入るのはこっち、こっちには全く何も入りません。そしてこちらが有名な神通川です。昔ながらの岩瀬浜の町並みはここから、なるほど確かにここに川が流れていて商取引活発だったんだなという感じで見渡すことができます。
先ほど行きました岩瀬の町並みがだいたいこの辺りにありまして、こちらの神通川からですね、あの土砂が流れてきて浅くなるのを避けるためにこのように真っ二つに分けられているという話をしたわけですが、今この神通川などを渡ってどんどん西へ進んでいます。次の目的地がまたこれですね、随分内陸に大きく掘り込まれたところですけれども、市をまたぎまして富山県射水市の新港、これキットキト市場というのがあるんですけども、まあ、ここであのカニを食べさせてもらうということになっております。でこれがもう一つの富山にあります、北前船の寄っていたところで、さらにもう少し西に進みますとこれですね、ここにですね伏木というのがありますけども、これが北前船のついていた富山3つ目の港というわけです。海岸沿いにずっと走っておりますと、こんな感じのね、まあ、どれもみんな同じような古さってわけじゃなくて、新しいのから古いのからいろいろありますが、いい感じの家が多いですよね。こちら初めて本格的に見ました富山湾、晴れて言えばなお美しかったでしょうか。あの世界一美しい港と、あ、美しい湾とかね、そういう風にも言われてたりするんですが、まあ、明日もまた通りますので、その本領はまた明日ご覧いただくとして、前方にですねそろそろ新港大橋が現れてくるんじゃないですか。 ありますあれ、今から非常に大きな新港を上からまたぐんですが、ここは自動車でなければ通り抜けることができません。岩瀬浜から新港までだとタクシー代結構かかるんですけども、それでもまあね、何人かで行けば、あの割り勘で行けばそんな高い乗り物ではないと思いますし、それからやっぱりこの日本海側をずっと行きたいっていう時にね、一旦あの鉄道とか利用すると富山市の方まで出て、でそこを鉄道で移動してまた海の方まで一時出てくると、あのカタカナのコみたいな移動の仕方をしなければいけませんので、それに比べたらこう海岸沿いを自由に好きな方に行こうがね、なんか日本海の味わいも楽しめていいと思いますよ。かつて北前船の発着していた港は、現在ではもうそうしたあの江戸時代みたいな船がやってくることはもちろんありませんが、しかしそれでも今なおですね、このような盛んな商取引の場として大活躍をしているわけです。大型の貨物船が出入りしていく景気のいい光景を見ることができます。ちなみにこの新港大橋は結構ですね高いところを通っておりますので、最後降りるときにこのようなぐるりと一周するループの構造を描きます。鉄道ほどは自動車のループ線というのは珍しくないかもしれませんが、でもこの港の景色を見ながらこういうのできるというのは面白いですよ。さっきあの上の高いところを通ってきたわけです。左手にはね、船乗りさんになる人の練習用の船海王丸があります。現在はもうこの海王丸を使って練習するということはなく、新しいものがありますので新しい海王丸を使っているんですが、なんかね、もともと全国でいろんなところの船乗りさんになるあの若手の人たちがですね、あの船を使って練習してたらしいんですけども、あの大阪で保存するかこの富山で保存するかという話があって、なんか5年おきで交代で保存するということが決まったらしいんですが、結局その後あのまず富山で保存をし始めた後ね、大阪がやっぱりやめますと言って恒久的にこの場所で保存されることになったようです。着きました、新港のキットキト市場。東京駅は朝の早くに出発してきましたけれど、もうなんだかんだお昼になってますね。出発してから5時間経ちました。運転手は普通に僕の動画見てくださってたの視聴者の方だったんですけども、ありがとうございました。ちなみにタクシー代ですが、多分ね6000円ちょっとぐらいかかると思います。今回ちょっといろいろ遠回りしたんでもう少しかかってますが、この新港はですね、まあ、いろんなお魚類が取れるんですけども、特にカニが有名でして、富山湾はベニズワイガニ、日本海側カニがいろいろあるんですけどね、あのここ地域特有のベニズワイガニという名物があります。それをねここでね今からね準備していただくことになっています。ダイオウイカのあんなのもあるね。ダイオウイカの干物か。これがですね、カニの生息域らしくて、まあ、普通はこの辺のズワイガニってこの辺に住んでるらしいんですけど、富山湾はあのめちゃくちゃ深いということが知られておりまして、こういう海底のところに住んでいるのがベニズワイガニの特徴で、普通ズワイガニというのはこういう色らしいんですが、ベニズワイガニは茹でる前から赤いというのが、これがまたね、あの色鮮やかなのがこの辺り新港で取れるベニズワイガニの特徴だそうです。食べ方がね非常に難しいんですが、
ふんどしというそうなんですが、これをまず取るの。でも結構殻が柔らかいですね。海の底に住んでるからだと思うんですけど、それで手でこのように身をもぎながらいただくわけです。ハサミで身をこう切り開きながら食べてるんですけど、やっぱりね、あの柔らかいからかすごい切りやすくて食べやすいわ。カニってもう久々に食べてすごい美味しいんですけど、食べづらいイメージがあったんですが、どんどんなくなりますね。これはいいな。ちょっとね、食べ方を少し間違えていたみたい。まあ基本自由にね、食べたいように食べればいいらしいんですが、手伝っていただいてね、こういう風にやっていただきましょう。この真ん中の部分だけ最後に残すようにすると、茹でたね、塩味、カニの出汁がついたスープみたいなのが取れる。でカニ味噌で出汁の味が出てる。で周りにこういう風なね、豆腐みたいな食感らしいんですけど、プルプルしたものがあって、これがまた美味しくて、温かい状態でこうカニを茹でて、茹でたてのを食べる醍醐味らしいです。食べてみます。 まず飲んでみるか。スープ一杯ぐらいだったら、まあ、あの塩分取りすぎにはそこまではならないという話です。これめちゃめちゃカニの味がしますね。こういう風にカニ味噌とか食べるのはもう高校生の時に寝台列車の北斗星に乗った時が最後だったかな。確かにこういうプルプルしたものってのは あんま食べないです。全然もうカニのね、あの身の部分しか普段食べませんので。どうなってんの。カニ味のそれ確かに豆腐みたいな感じだな。もう後味が完全にカニですね。カニ味噌はそれに比べるとすごい優しい味です。僕なんかあのね、内臓みたいな感じのって好きじゃないんで、そんな食べないんですけど、なんか優しい落ち着く味がしますよ。今日はね、セリはなんか200杯ぐらいしかいなかったそうで、非常に少なかったそうです。これ珍しいぐらいに少なかったみたいなんですけど、多い時だともうこういう風に床一面をカニが埋め尽くして赤い絨毯になるみたいな、そんな風な言い方を地元ではするそうですよ。カニもね、全部いただきました。ちょっとなんかもうちょっと綺麗に食べたかったなって気はするんですけど、まあそれはまたあの今後私もいろいろ練習するとしまして、ともかくね、美味しくいただけたので何よりです。美味しいカニが食べられるのも素晴らしいことなんですが、それ以上にですね、このカニがいかにすごいかということを、ちょうどすぐ脇にあります市場の競りの風景を通じて感じていただきたいと思います。おお、いっぱいあるわ。今新型コロナウイルス対策ということで、この競りの見学はできなくなっているんですけれども、今回特別に見させていただいております。そのことを皆さんにお伝えします。これですね、ずらっとカニが並んでいまして、これでもね、今日はあの船が1艘しか出てない、なんか1個しか出てないので、数は随分少ないそうなんですけれども、ここにですね、ずらりと富山湾の恵みのベニズワイガニが並んでいます。本当にいっぱい並んでますね。で普通は競りというのは築地市場とかでもそうなんですけど、1日に1回朝の時間とかにやるというのが常識です。しかしこの新港でのカニの競りは朝と昼の2回行われます。なぜ2回あるのか、昼の競りがあるのかと言いますと、この富山湾はですね、立地がのすこぶるよろしくて、海からちょっとですね、あの陸からちょっと外れて、あの海の方へずっと船で出ていきますと、すぐに水深があの 1000m とかそれぐらいのめちゃめちゃ深い海になります。つまりアクセスがいいんですよね。ここからですね、船で沖合の方に1時間は行かないぐらい、45分とか行くと、もうその真下の水深は 1000m とかそれぐらいになっているんだそうです。でそこで真下にですね、あのカニを取るための罠みたいなのがありますの でそれをかけておいたのを引き上げてカニを拾ってくるというのがここの漁でして、でアクセスがいいから1日に2回カニを取りに行くことができるわけです。普通は水深 1000m まで深くなるところって言ったらね、もっともっとずっと沖合の方まで行かなければいけませんので、往復に時間がかかりますので、1日に1回しか競りをすることはできない。しかしここでは鮮度を良くするために1日に2度も競りをやって、2度も漁をやってですね、そして私たちは新鮮な美味しいベニズワイガニを食べることができるというわけです。ちょうど今ベルが鳴りまして競りの時間になりました。なんか今あそこで一応やってはいるみたいなんですけど、全然あの例によって大体こういう競りってのは何言ってんだか分かんない。次々なんか躍上してるみたいですね。カニがどんどん持ち込まれている。ああ、なんか6600いくらとかなんか言ってたかな。でも競り落とされてるその最中ですから、もう全然分かんないけど、この1群はいくらです、この1群はいくらですという勢いでどんどん多分やっているんだと思いますが、
全くわからない。なお今回は特別に撮影をお許しいただいていますが、まあ、先ほども言いましたようにコロナで今入れないということと、通常はこのような注意事項がありますので十分ご注意ください。次々カニが積まれていく。すごいですね。こんなに一瞬で商取引が終了してしまうもんなんだ。もう皆さん買い物をするだけでも熟練ですよ。まあ、競りが始まる前からもう並んでますから、ある程度目星はつけておくんでしょうね。どっさり山盛りになったカニ、ああいうのをですね、まあ、通常であればさっきのグツグツ煮えたぎっていたお釜に入れて一度に一気に茹でていくということになるそうです。ちなみにその競りのところでちょっとねご案内したカニのあの罠みたいなやつですけど、これがそうなんですが、なんかこの中にカニのあの好きな匂いのする餌みたいなのを入れておくと、カニがこの中にこう入ってって、で多分もう上がれなくなっちゃうんでしょうね。カニは自分でウォーワ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 ーとか言ってあの浮き上がることはあまりないですから、で出られなくなっちゃって、こういう風なあの罠でですね、あのどんどん溜まるということになるそうです。さて、そしてここから先もまた日本海に沿って進むわけですが、今度は鉄道です。さっきはねタクシーで行きましたんで結構タクシー代もかかりましたが、電車だったらそんなに大変ではありません。ちなみにあのカニ代ね、あびっくりしたんですけど、1杯2000円でいいらしいんです。安くないですか。カニって僕なんか5000円とかするのかなと思うんですけど、そんな安く買えちゃうんだと思ってびっくりでしたね。やっぱ多分あそこで取れたからみたいなのもあるのかな。観光地価格じゃないんですね。これから乗ります電車もですね、やっぱあのさっきの富山ライトレールみたいな感じで、これねなんか1本の線路なのに両側にホームがあって、すごい簡単な停留所っぽい雰囲気。これ実際ですね、路面電車的な車両がやってきます。まだ1個隣のところにいるのかな、あれがね今からこっちに来るんですけども、高岡の町の中心部までこのまままっすぐ進んでいく万葉線という鉄道です。非常にあの凄まじいなと思うのはね、この会社の名前は万葉線株式会社って言うんですけど、すごいですよね。なんかあまり日本では一般的な感覚じゃないんじゃないですか。あと北陸新幹線株式会社とかね、この東海道本線株式会社とかあったらちょっと笑っちゃうでしょ。ともかくこれもねすごい便利な鉄道だということですよ。運行の本数も頻繁です。いい感じの路面電車がやってきました。路面電車の車両は使ってるんですけど、路面電車ではなくて、ね、普通の専用軌道という鉄道用のところを通ります。路面電車用の車両を使ってるんですけども、電車は爆走しますので床からものすごい音がします。ここにモーターがあるんですけど、これ面白いな。ここにもやっぱこんな感じ運河があるんですね。北前船のやってきていた港町はわびさびの雰囲気が住宅地とかね電車とかいろいろなところから漂いますけれど、それでもなんだかんだ賑やかで人がたくさんいるのが魅力的な場所です。実際工業も盛んですし、工業製品をあの輸送するための大型船だって頻繁に出入りしているのは皆さんもご覧いただいた通りです。右手にこういう運送会社の敷地みたいなのがあるんですけど、多分大昔国鉄線がここまで線路が伸びていたはずなんで、その名残なんじゃないかな。日本海側は工業の盛んなところが多いです。まあ港の近くは大抵そうで、工業地帯の中を路面電車でガタガタと抜けていくと、なかなか他ではできないような体験ができます。警笛もバンバン鳴らします。で今走ってるこの辺りですね、もともとはなんか JR 貨物の駅があったらしいんですが、新港駅というのがあったらしいんですけども、現在はねちょっとそれがあの場所がずれまして高岡貨物駅として営業しています。さあそしてここからですね、いよいよ路面電車は併用軌道の上に行きます。要するにさっきの富山ライトレールと同じですけれど、本当の路面電車になるということです。北陸の交通はどれも賑わっていていいですよね。景色もなんか密度がありますしね、工場やら味のある民家やら常に見るべきものが並んでいます。今電車は吉久という地区を走っているところなんですが、ここには昔の街並みがとてもよく残されているところがあるそうでして、あ向こうに高岡貨物駅も見えますね。でその昔の街並みはねこっちだそうです。その端っこの部分だけですけれども、確かにいい雰囲気が見えます。多分中に入っていけばもっといいはずです。吉久の街並みはやはり江戸時代にお米の扱いが非常に重要で、また近くに北前船の寄港地である伏木の港もあったので、
まあ、それでとてもよく栄えて現在でも昔の雰囲気をよく残しているのだそうです。木材がなんかいっぱい積まれたり巨大な工場があったり、この向こうにはねリサイクルセンターなんとかとかいう名前の工場っぽいのもありましたけど、この真下は JR 西日本氷見線です。いろいろなものが行き交うとても重要な場所であるということがわかります。ごめんなさい、 JR 西日本の氷見線はこっちだ。あっちはねあの JR、貨物の線路でしたね。ここ2つ線路がこういう立体交差するんですよ。このようにあまりにも勢いのあるところですからね、鉄道も1個では足りません。 JR 貨物の線路が新湊線、 JR 西日本の線路はこれから私も向かいます氷見への線路、氷見線です。今この辺りの地図を見ていただいています。さっきここ新湊にいたわけですが、新湊から出発して日本海沿いをずっとこちらへ今氷見を目指して進んでいますなんですけども、まあ、日本海側をずっと横に移動していく交通というのは基本ありませんので、一旦ですね乗り換えのできる街中まで抜けているわけです。今目指しているのは高岡市の中心部です。ご紹介した岩瀬浜、それから東へ進んだところの新湊、そしてさっき工場地帯を抜けてきましたこの伏木のところと、この3カ所ともそれぞれですね、それぞれ高岡もしくは富山への鉄道がちゃんと昔から引かれていて、ずっとね歴史を紡ぎ続けているというのが興味深いところです。やっぱまあそれだけ港とあの内陸地の一大消費地を結ぶ鉄道大量輸送というのは重要なわけですよね。今回は高岡駅までは行かないんですけどね、明日の朝乗り換えで利用します。高岡の街の紹介ができないのは残念ですが、ここもですね大きなお寺があったりとか昔から歴史を紡いでおりましたので見応えのあるところです。大仏なんかは駅から近くてもう徒歩圏内ですね。で今日もこんな感じのあの今一つパッとしない天気じゃないですか。これね東京から北陸新幹線乗ってずっとね天気良かったんですよ。もう富士山も見えたし浅間山も見えたし妙高とかねあの辺も全部見えたんですけど、もうなんかあの日本海側に入って糸魚川あたりからもう全部ダメになりますね。ダメってことじゃないけど、北陸お出かけの際は弁当を忘れても傘忘れるなと言いますが、実際その通りにされた方がいいかと思います。バス待ってる間にねコンビニ行ったりとかしてたんですけども、万葉線にはこういう電車もあるんですね。ドラえもんみたいな色して、まあ、というか完全ドラえもん書いてあるんですが、これはねあの藤子不二雄のあの藤本さん、つまりドラえもん書いた藤子 F 不二雄さんが実はこの高岡出身だからだそうです。まあ、ここから先、まあ、今回はね JR 西日本さんが関係する動画でもあります。まあ、私自身鉄道が好きなんでできたら氷見線で行きたかったんですが、時間の関係で来ましたね。あのバスでまずは氷見を目指します。明日またね高岡に帰ってきますんで、その時は鉄道を利用できる予定ですよ。鉄道とバスだとちょっと通る道が違うから、それはそれで面白くていいかもしれません。来ました。いやー久々にやってきました。これでですねまたさっきあのカニしか食べておりませんので、あれは食べ応えはあったんですけども、まだお腹減ってるからここでさらにいろいろ食事などしながら今日の宿を目指そうという工程です。この氷見は、まあ、私の中での認識は石川県と富山県の県境と、まあ多分昔からねそういう場所でいいと思います。戦国時代とかにもなんかそれで実際お互いなんか国取り合戦みたいなね、この辺で一応やったりとかしたみたいです。でこういう日本海沿いのね、なんかちょっとこうレトロな感じの街が、ね、ずらっと連なってるような、あのさっきの商店街とかすごく良かったと思うんですけど、ただね問題なのはちょっとハードルが高いということです。なんかあの入りづらいような雰囲気がある場所も中にはありますというわけで、これです。コロナで少し縮小気味ではあると思うんですが、中でいろいろお食事ができる、まあ、氷見のですね定番の訪れるべき場所かと思いますが、氷見番屋街というのがあります。なんか道の駅的な雰囲気ですよね。駐車場も大きくありまして、それからねあの富山地方鉄道のこれ路線バスですね。路線バスって書いてあるのはそういうことか。あの富山駅とそれからここの氷見の番屋街とさっきの新湊のねあのあそこのあれを結ぶそういうバスもあるんですね。中はこういう感じでいろいろ地元のものを売ってるお土産屋さんがですねいい雰囲気でずらーりと並んでるんですが、
ブリが有名だということで、鯉のぼりならぬブリのぼりなども展示しておりますが、まあ、そもそもね、日本海側に別にいくらでも魚とか取れるところはあるわけじゃないですか。なのになんでこの氷見が魚が有名なのかと、別に他のところで取れるのと何か違いがあるのかなということは思うんですけども、それはね、今日ここに来て、でここ の関係の方にね、ちょっとこれ氷見の魚ってなんで有名なんですかって聞いたんですよ。そしたらね、教えてくれたんですけど、これですね、これ海の上から見るとこういう風なものが映ってるの見えるらしいんですが、氷見の持続可能な定置網漁業、この氷見というのは日本の歴史上初めて定置網というのを設置して、でそこで魚を取るということをやってきたところだそうでして、なんとですね、ここにも映ってますけども、戦国時代ぐらい、なんか1500何十年とか、もうそれぐらいからずっと定置網漁業をやっている、定置網発祥の地なんですね。で上空から見ますと、こういうふうに大きくなっているんですが、ここになんかでかい魚が入り込んで、でなんかだん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 なんかこう抜けられないようなところですね、魚がなんかこう少しずつ誘導されていって、ここに残った小さな網目を超えることのできない大きい魚だけを回収すると。で小魚は入り込んでもまたどっか出ていったりとかするわけですね。でそうすると小さい魚は取らずに、ある程度の大きくなった魚だけを取り続けることができるので、何もかも根こそぎ取り尽くすということを自動的に防止することができるというんで、農業遺産に登録されているそうです。でそんなわけで、すぐもうなんかそこに海があるんですけど、そこの海のところで取れた魚はもうすぐ食べられるので、それはもう鮮度も高くて美味しいですよねと。氷見のお魚は全般的に有名だということです。残念ながら結構全般的に終わってしまっているところが多いんですけども、でもやっているところもまだあります。ブリしゃぶでも食べたら一番良かったと思うんですが、そうじゃなくてもね、これかな。さっきね、もう実は一度注文してるんですが、なかなかなんかすごそうな迫力ある海鮮丼が出てくるみたいですよ。あ、これいいな。いや海鮮丼もいいんですけどね、こんなんつくなんて聞いてない、いや聞いたのかもしれないけど、あそこがあったのかもしれないけど、なんかこんなのまであって結構ディラックスじゃないですか。で改めてですね、ご紹介しますが、これね、この魚何ですかとか言って聞いたんですよ。でブリは終わったみたいな話を私さっきしたと思うんですけど、これどう見てもブリじゃないですか。でやっぱねブリらしいんですよ。これは前に動画出したかな、僕富山に11月ぐらいに来た時に寒ブリのシーズン始まったんで食べたんですけど、寒ブリというそのなんかシーズンいろいろ定義があって、で寒ブリのシーズンになれば寒ブリ宣言っていうのをするらしいんですね。今はもうそのシーズンは終わったから名前としてはもう寒ブリではないらしいんですが、ただ普通にブリが取れてはいるんですよ。一番のシーズンではないみたいなんだけど、とは言ったってね、別にこういう意味で使うのおかしいんですけど、老婆は一日にしてならずって言葉あるわけですから、一日でいきなり昨日まで寒ブリだったものがね、今日になったら寒ブリじゃなくなるってことはないわけですから、実質寒ブリっつったらいけないのかな。まあ個人の感想なんでね、厚切りですね。もう一回醤油つけておこう。いただきます。うん、脂が乗っててね、寒ブリの味がしますけど非常に食べ応えがあります。ブリも満足はしないか、食われてるんだからね。これ何ですかって聞いたらね、すごい特殊な料理なのかなと。これはね、タコワサだそうです。タコワサっていうのはなんか東京の居酒屋にもあるわ。あ、でも歯ごたえがすごいね。僕なんかすごい失礼な話なんですけど、海鮮丼っていう食べ物をねあまり信用してないんですよね。だってなんかコストパフォーマンス悪いというか、なんか見かけ倒してね、いやこれだったらなんかかっぱ寿司とか食った方がうまいんじゃないのみたいなたまにありますから。でもね、こんなに一個一個厚切りのネタがこうどっさり、タイとかもあるんですけど、こうどっさり乗ってね、でこういうまたカニが入ってますけどこういうおかずみたいなのもたっぷりついて、それで2000円だったら十分いいんじゃないですか。で味美味しいしね。ちなみにこのお米も氷見で作ったやつだそうです。そうなんですね。まあ、富山ってなんかコシヒカリとか結構お米の生産量も多いですから、山も海も平地もいろいろあります。これは何の魚か分かんないけど昆布がついてますね。北前船でこの辺りの昆布を積んで運んでいたらしいですよ。非常にデラックスなことにこんなんまでつくわけですよね。さっきもねご覧に入れましたけど、カブス汁というやつで、海の上で漁師さんが実際に作業中に食べるようなお食事だそうです。まあ、他にもね、この番屋街の中で売ってるところもあるんですけど、お魚のアラとカニみたいなの入ってるな。ねえ、いいじゃないですかこれ。この手のもろもろ入ってるやつは通常美味しいんですけどね、とても。うん、カニも魚も口に入れてないのに、カニと魚の味がするってのがいいですよね。これ本当にちゃんと企業案件としてちゃんと大丈夫なのかなって感じなんですけど、
ちょっとね時間がギリギリでね、ちょっとまずいんですよ。実は結構ね、ゆっくり美味しくいただいてたような感じになってたと思うんですけど、なかなか急いでご飯も食べておりまして、これから急ぎバスに乗ってさらにもう少し氷見の奥地を目指します。もうそこまで遠くはないですけど、あそこがバス通り、まあ、バス通りからここまでそれは遠くありません。あ、ここに防波堤あるけど、なんだこれ、昔の海岸線はもしかしてここだったのかな、なんかそんな気がする。そういうのにね、心を奪われると乗り遅れます。この家が隙間なくずらーっと並んでる感じが日本海という風にで、ね、いいですね。よかったよかった、バスもね普通に間に合いました。次は16時ですね。そうそうそう、ちょっとね、ここのバスね、気をつけた方がいいですよ。平日の月金と、それから土日振替休日でね、結構バスの時間が違うんですよね。さっきのところ、氷見の定番の訪れる場所だと思うんですが、JR に乗って来られるという方は、氷見の駅からバスに乗り換えるか、もしくは海岸をこうちょっと散歩してね、綺麗な富山湾を見ながら、ここまで、1キロちょっと来るってんでもいいんじゃないですか。こっからね、明日またご覧に入れようと思うんですけど、こっち方向にこうやって景色をこう見返すとね、立山があるんですよ、この中部山岳国立公園。これが非常に綺麗でして、富山湾越しの立山が拝めますよ。少しずつ日が差してくるようになりました。北陸の日本海側のこういう街並みはね、この夕方のこういう天気でちょっと日が差してくるときが一番綺麗です。バス来たかな？いや、まだ来てないわ。ちょっと遅れてるみたいですね。間違えてないよね。心配になる。よかった、やっぱ5分ぐらい遅れてきましたけど、それはいいんですよ。来てさえくれればいいんだ。なかなかいい感じに道が険しくなりましたよ。もっとこれから多分険しいところを行って、バスをこの先で乗り継いでいくと、いよいよですね、能登半島の七尾とかそういったところまで続いていくんですが、今日はね、富山県の動画ということで富山県内で完結させようと思います。今日のね、旅館はもうこちらです。結構立派ですね。でもその旅館を向く前にですね、こっちにこれ映って、これすごい気になるんですけど、何これ、上に登りたいんだけど、でも多分ダメだろうな。これ個人の多分敷地でしょ。このホテルの敷地だったらね、登らせてくださいよって言うんですけど、多分無理だと思うんですが、あっちも気になるな。もうすぐ目の前が日本海なわけですが、あそこ大岩があったのを切り抜いて切り通しにしたんですね。へえ、あっちもそうだわ。こういうの好きですよ。好きな人多いでしょ。でもとりあえず行きましょうね。今チェックインとかもねしたところなんですけど、もう一回入るところから改めて撮影し直しますが、まるで今到着したかのようにね、よくね、いろんな YouTuber とかテレビとかがやってるようなやり方だと思うんですけど、僕氷見に温泉があるってのは知らなかったんですが、なんかこの辺りにはですね、ポツポツポツと民宿スタイルの宿が結構たくさんあるそうでして、その中ではね、ここは珍しく結構大きなホテルタイプの宿泊施設だということです。温泉自体は結構いろいろポツポツポツと湧いてるみたいなんですけど、僕反応が悪いんですね。出てきた。こういうやつもあんのか。顔が 36.3 度ね。合計777名で、なんかみんなの顔が映ってますね、これ。僕ばっかりだな。僕この宿泊施設の名前については多分まだ紹介してないですよね。ここね、海明かりという名前のところなんですけども、なんかなんとかライズ号の某寝台電車のですね、一番前のところに書いてありそうなマークです。要するに、向こうに海がありまして、で天気のいい朝の日にはですね、海から昇ってくる朝日がそれはそれは非常に美しく見られるそうです。でなんならその奥にはね、富山湾があって、富山湾あって、その奥に建物がビャーッと並ぶということなんですけども、今日天気悪いんですが、多分ね、明日の朝はね、天気が回復しまして、いいものをご覧いただけるはずです。いいですね、このお土産施設。これね、僕ね、あんまり旅館でお土産とか正直僕はそんな買わないタッチなんですけど、でもこれがなんかあると、あ、なんかこう温泉旅館に来たって感じがしますよ。まだ後で紹介しますけど、定置網、さっき紹介したじゃないですか。この定置網ね、この旅館の目の前にあるんですけど、ちょうどいいですよね。定置網解説にもぴったり、636、これでしょ、ピッと。エレベーター3台もあんな。相当大規模なんですね。オーシャンビューになるようによく考えられて、おそらく作られていると思われるこの部屋割り。631と602、ここだけはオーシャンビューじゃないのかな。いい旅館の匂いがしてくるわ。和風旅館って感じ、畳の香りがするのかな。こういう右へ左へこううねる感じの
この通路がまた旅館らしくて素晴らしいね。あ、いいな、この物置、このちょっと武骨な感じで物置って書かれてるのは最近の新しい系の旅館だとね、なかなかありませんよ。そんで僕いつもね、ホテルとか泊まるとき大体もう日が沈みきってから行きますから、結構企業案件とか言って忙しい旅行になりがちなんですけど、まあ、さっきバスの接続時間がないから慌てましたが、そのぐらいで、この落ち着いて撮影させてもらえるなんてありがたいですね。楽しいのが一番。あれ、鍵開いてたのか。こうですね。お、広いな。そりゃそうだ、旅館ってのは結構大人数で泊まりますから、僕一人で泊まるっていうのはね、あまり一般的ではないので。でもいろいろある部屋の中では僕の部屋は結構広い方をあてがってもらってるみたいですね。一泊二食付きで大人2名で利用した場合、一人当たりが1万5000円だということでしたよ。え、広くないですか。畳、ベッド、シングルセミダブルベッドが2つ置いてある。それからね、え、広いじゃないか。これ本当に一泊、多分違うんじゃないかな。これで一泊で多分2食付きで1万5000円だったらちょっと安すぎますもんね。あ、掛け軸もいいな、これ。生け花は生けてるの？触ってもいいでしょ、これ。あ、これ本物だわ。ああ、生けてるんですね、これね。大変ですよ。これ、竜宮城みたいな掛け軸。マダイと、なんか黒ダイじゃなくて、なんだっけ、これにいますよね、このなんとかダイってやつね。それから伊勢エビ？伊勢エビじゃないかもしれないけどな。ここにはなんかお水が3本も置いてありまして、お茶菓子は旅館であればもう必ずありますけども。あ、これ、これなんか知ってんな。名誉総裁賞。多分なんか、落雁みたいなやつでしょうね。また後で食べましょう。お茶なしで食べるのはもったいないからな。これ天井の作りがいいですわ。やっぱこういう風な格子の作りとかになってると、いい部屋だなって感じがしますね。あ、いいですよ、これ。で、テレビも、おお、大きいね。絶対これ、一人1万5000円の部屋じゃないと思いますよ。この部屋の全貌はもう全部見ることができたのかな。それすらちょっとまだ理解しきれていないところがあります。ベランダに日本庭園的な感じで石まで置いてありますしね。それからさっきのあの階段のところも見るか。ここにさっきの登っていく階段がいろいろあるんですよ。でもまあやっぱりなんか多分山の奥の方に行って芝刈りじゃないですけど、なんかそういう感じのことをするための場所なんじゃないのかな。わかりませんが、まあ明らかに私有地なんでとても立ち入ることはできなさそうですね。まあ見られるだけでもよしとします。これいいですよ、これ。非常の際はこの板を破って隣へ避難してください。従ってここには絶対に物を置いてはいけません。はい、英語を翻訳したかのような、ね、感じの文ですけど、そういうのがいいんですよね。この曲がりくねったこの道と奥のあの切り通し、これだけでもまあ多分日本海の景色だろうということがみんなに伝わるんじゃないかと思います。なんかエアコンも妙に強そうですもんね、こんな。どうなってんのこれ。普通のあれよりもなんか随分この手前まで来てて、全てを見極めるようなあんな鋭い目がついています。まあ、もちろん温泉旅館ですので、あの温泉がありますので、これはあの後で皆さんに見ていただかなければいけません。それから多分これは押し入れとかだと思うんですよ。でこっちが風呂があるの？温泉なんだか別に温泉に行きゃいいんですけど、あ、お風呂あるわ。へえ、あ、しかもなんか今日さっきあそこのあれで見たような、あの岩瀬浜のあれみたいじゃないですか。え、これ開いてんの？いや、これは開いてないな。虫が入るので部屋の外ベランダは開けないでくださいと書いてあったので、それはね、言うこと従おうと思います。まだあるのか。え、あ、こんなのもあんの？あとはこの部屋の入ったところ、これですね。こういうふうな絵がありますけれど、これ3段になっている滝の多分ね、富山県にある日本で一番の落差の照明だけじゃないですかね。天気がいいと立山黒部アルペンルートのところから途中からね見ることができます。今の時期は無理ですね。部屋の名前を宝刀って言ったのか。まあ、よくよく考えてみればこんな感じのが部屋の前にある時点でちょっとただことじゃないところなんだろうなっていうのは想像がつきますけど、すごいね、これは伊万里焼って書いてあるな。多分見る人が見れば価値を感じるやつだなと、まあ、僕でもなんとなく感じますもん。まあ、いい部屋なのは素晴らしいんですけど、僕ちょっとなんかじっとしてるのがもったいないような気がするんで、こんな早くもう旅館に着いちゃうことなんかないですから、ちょっとこっちの方へ出てきました。ちょうどね、ここに地引き網あるんですよ。あ、地引き網じゃん。間違え。定置網ね。この崖の上に僕の泊まってる旅館あるんですけど、僕の泊まってる部屋多分どっかあの辺だと思います。
温泉もありますね。これが露天風呂なんだ。オーシャンビューの露天風呂ですよ。人の声が聞こえてきます。撮影の許可ちゃんともらってますんで、お風呂の撮影もできるんですけど、人がいるときはさすがにダメです。だから多分ね、明るいときはだいたい人いるんじゃないかと思うんですよ。だから無理なんで、ちょっとこれとあそこにある風呂からの景色をうまく皆さん立体的に合成して楽しんでください。まあ、海って言えば青くて鮮やかで綺麗なのが一番なのかなという気もするんですが、日本海の魅力はそれだけじゃないですよね。こういうね、ちょっとなんていうんですか、白黒調のこの時間帯もまた素晴らしいと思う。こんな感じで海のところまで降りていかれるところを見つけましたんで、よし、慎重にね。まあここだったら大丈夫でしょ。今夕方の人の動きのある時間、こういうところですね。自動車たちがビュンビュン動いていって、営みがここにあるというのがね、これ感じられるのがいいところですよ。これはこの石を組んでるこの船着き場みたいな、これは何なんですかね。昔ここに建設したのかな。そんなにでも古いものでもないと思いますが、まあ、ちょっとこの石組みが何なのかは後でホテルの人に聞いたら教えてくれるかもしれません。富山湾は本当に大きな湾ですからね。ここまでどんな感じで道をたどってきたかある程度分かるようになっていますよ。ずっとですね、こっちの方へ、まあ、今日はずっと海岸に沿っていたわけではなくて、高岡のあたりで一旦内陸に抜けてからまた峠越えをしてこっちにやってきたということもありましたけども、あそこが不思議ですね。もうすごい工場の煙もくもく、ここに定置網もあるじゃないですか、よく見たら。でも分かりやすいような形をしております。まあ、ブリとかはもっと沖の方で、定置網に入るらしいんですけど、結構ここも大規模ですね。でそれからこの奥のところまたですね、いろいろ並んでいますが、ここに大きな橋がありまして、もう分かりますね、新湊大橋です。あの船の海洋丸とかもどうですかね。この辺ギリギリ映ってるんじゃないかと思うんですけど、さっきあそこでカニを食べました。でもっと向こうに行けば富山港の岩瀬浜とかがあるんですが、多分画面には映ってると思うんですけど、さすがにちょっとどこが岩瀬浜なのかはわからないな。で今ね、一旦旅館に戻ってきたんですけど、なんかね、 Google マップを見た感じだとこっちに進んだ方がより景色がいいみたいなんで、ちょうどこの時間帯ね、一番綺麗だと思いますので、もうちょっと行ってみよう。おお、なんか断崖絶壁からシダ植物がずらっとなってカーテンみたいになってるね。こっからだと定置網がよく見えますね。迷路みたいになってて仕組みが分かりませんが、魚が追い込まれやすくなるような工夫がしてあるそうです。鳥がいっぱいいるのはあそこに魚がいっぱいいるから、それを食っちゃろうってことでいるのかな。それともたまたまなんか止まりやすいのかな。どっちかって言ったらなんかあれで魚食ってやろうって考えなんだと思いますけどね。道はずっとここから先も海岸を一直線に走ってるんですけど、こちらも左に折れる道がありまして、多分昔はねこっちを行っていたんじゃないのかな。こっち側の道はちょっと作りが完璧すぎますもんね。あまりにもなだらかで走りやすそうですから。それに対して見てください、このデコボコ道。明治大正昭和のいつか知りませんが、多分昔まだ人が自動車とかで移動するのが当たり前でなかったような頃の道は多分こっち側だったのではないかな。ちょっと内側から見る景色の方が明らかに歴史を感じさせる雰囲気ですよ。そうそう、こういうのが見たくてね、こちら側まで歩いてきたんですよ。立派なお屋敷だ。これお屋敷なのか。これはいい時間の散歩になりました。まあ、あんまり遅くなって完全なる真っ暗になりますと、ちょっとこれはね、帰りのあの車道のところ歩くのが危ないですから。うわ、すげえな。へえ、どっかここら辺で戻りますか。別に観光地とかそういう名前がついているわけではない、これなんちゅうところがね、なんちゅうことのないところがこんなに見応えがあるんですからね。あそこの宿へ帰ろうと思って歩いてたらね、石碑を見つけたんですよ。これなんか面白いからちょっと行ってみよう。まだ大丈夫でしょ。これ崩れたりしないかな。足元は結構ね、もう水を含んで今ふかふかになってるんですけど、もうなんか戦前規格って感じですね。うお、滑る滑る。結構立派なところに立ってますけど、大浜丈次郎氷見郡荷馬車組合。それ以外のことは何も書いてなかったんで、ちょっとネットで検索してみようと思ったんですけど、
ちょうどここは電波が入らないみたいですね。 3G がダメでした、まあ、また後で。電波が入らないってのもいいですよ。戻りの道でまたいいのを見つけましたよ。このお家はね、なんかここで畑をやられてるみたいなんですけど、多分風が吹くからそれに対する対策なんでしょうね。竹みたいなのを切って並べたこんな壁を2つ作って、またここに植物を植えて海からの強風に備えているわけですね。いい散歩でしたよ。このぐらいの時間がやっぱ日本海が一番かっこよく見えるような気がします。今6時15分、夕飯は7時からなんですが、これですね、ソフトクリームと書いてありまして、こだわりの素材をたっぷり使用し丁寧に作りました。あ、そうなんですね。中身ちょっと特殊なやつなのかもしれないな。これ食べ放題なんですよ。これ引っ張ってこれか、このカップに入れればいくらでも食べられるらしいんですけど、まあ、食べたいんですが、でコーヒーとかね、マンゴーブラックアイスティーもタダだと書いてあるんですけど、でもちょっとこれから夕飯だからね、いや多分ね、すごいいい食事とか出てくるんだと思う。もったいないじゃないですか、ここでちょっとなんか食べちゃったら。ちっちゃい時に多分ね、甘いものを食べたりとかして、お母さんとかにこれ今食べたらもう夕飯食べられなくなるよってよく言われると思うんですけど、夕飯よりソフトクリーム食べたい子供にはソフトクリーム詳しくいいんじゃないかって気がするんですけど、ソフトクリームを食べたいけど、まずはね、自慢の食事を僕はいただきたい派なので、お茶だけにしておきましょう。いや、部屋はとても素晴らしいんですけど、このロビーも十分素晴らしいかな。ここにずっといてもいいな、まあ、今コロナだから部屋に帰りますな。結構いい香りしますね。この旅館面白いですね。なんか洗い物が置いてあるのかなと思ったら、ここで使ってもう使わなくなった、ね、食器、これをなんかただというか、ここにある程度自分たちの気持ちで募金したらば持って帰って自分の家で使っていいそうです。ここの旅館のファンの人は大喜びですね。定期的に日本赤十字社募金していますって書いてあるんですけど、実際確かにもうすでに7万円ぐらいかな、募金してるみたいですね。よし、帰ってきましたね。ここは暗いんですが、多分これがね、足で踏むとまたつくタイプのやつだと思うんですよ。これでしょ、これ踏んでつけるんですよね。これいい部屋とかに泊まると大体こういうやつあるんですよ。さっきね、JR 西日本の方から伺ったんですけど、やっぱ今回JR 西日本さんの方で、それぞれの旅館で一番いい部屋、一番いい、食事になるようにセッティングしていただいたらしいです。だから明日も明後日もね、温泉旅館泊まるんですけど、どういうことになるんでしょうね。楽しみだけど。それではですね、もう夕飯の時間になりましたんで、今から多分相当いい食事が出てくる。何が出てくるか僕知らないんですが、どうですかね。いいものを出してくれないんだけど、僕もこの仕事やつで致命的だと思うんですが、食べ物の紹介って全然できませんのでね。北陸は美味しい食べ物ならもういくらでもあるところだと思います。もう今日、明日、明後日と美味しいものばっかりひたすら食べ続けることになりますから、それらをうまいこと差別化してきちんと紹介しないとな。階段あるな、階段で行こう。あ、こういう階段もなんかちゃんとカーペットみたいなの貼ってあっていいですね。お、なんかレアなフロアあったな。階段しかないな、ここ。なんだこれ、客室全くないところがある。へー、あ、2階も客室がない、エレベーターしかないな。なんだここ。こういうの面白いですけど、いいのかな、こういうのまで紹介しちゃって。まあ多分大丈夫でしょう。間違えて1階まで降りてきたね。お食事会場は6階でした。何の意味もなかった。まあ不思議な空間に巡り合えただけ良かったですけどね。海明かり三大特典、ソフトクリームのセルフサービス、ホットコーヒーのセルフサービス、あとはゲームとかをいつもは借りられるみたいですね。手作り感のあるピクトグラム、素晴らしいな。結構盛況ですよ。いっぱいね、大勢おられるんだけど、やっぱでも関西からの方が多いみたいですね。実際の北陸も言葉は関西弁に属するのかな、そういう感じのね、イントネーションが私には聞こえてきます。今から料理をね、順次持ってきてもらうんですけど、まあ、ぜひ東京からもね、近いですから、どうぞJR 西日本北陸新幹線を、こっちにね、これから出てくる料理のネタバレがありますわ。でもいろいろデラックス、白エビ、ホタルイカ、そしてマスの寿司、これが多分富山の海産物の三種の神器ではないですか。富山湾の玉手箱になります。はい、ありがとうございます。とか言ってもう即座に来ましたけどね、最初にやっぱすぐ食べられるもの持ってきてくるんだ。でさっき僕が昆布うんぬんとか言ってましたけど、これ白エビだったんですね。そういえば確かに富山に行った時によくこういうの食べましたよ。またブリみたいなものが乗ってましたよ。これブリなのかなと思ったですね。説明書きにはカンパチと書いてありました。カンパチとブリって確か同じ魚なんだよなと思って調べたらですね、素人目にはよく分かんないですけど違う魚らしいですね。食べ方があるっていう話だったな。多分これポン酢なんですよ。ポン酢とそれから
醤油と、あとこの岩塩ガリガリやって好きなのつけて食べてくださいというやつですね。まあ、どれを選ぶかは自由なんですが、多分正解の組み合わせはあると思うんです。多分このカンパチはポン酢がいいと思うんですよ。さっぱりした方がいいですもんね。油とか多いやつだろうから。うん、今正解の味がしました。まあ、マグロはね、普通に考えて 塩で食べるとかないですよね。まあ醤油ですよね。うん、正解の味がすると思います。続いて、ホタルイカをご紹介しますが、ホタルイカもですね、富山県といえばホタルイカというぐらいに有名なものです。なんですが、ちょっと食べます。しっかり味わして美味しいね。富山はホタルイカで有名なんですが、実は漁獲量1位というのは富山県ではないそうです。どこが1位なのかというと、兵庫県がホタルイカの漁獲量1位だそうです。北陸の観光の PR 動画作っといてね、お前1位は富山県じゃありませんみたいな、そんなこと言うとか、人間の気持ちを持ってないんじゃないかと思う人もいるかもしれないですけど、富山県のホタルイカ漁が、ね、1位じゃないのには、これもね、面白い理由がありまして、今ね、暗くなったから見えないんですが、この向こう側にある海、ここにさっきから定置網が設置されているという話をしました。で、富山では定置網を使ってなるべく持続可能なように、ホタルイカもですね、大きいものは取るんだけども小さいものは放すというようなことをやっているそうです。だからそうすると当然漁獲量が少なくなります。で、兵庫県では、まあ、別に兵庫県のなんていうんですか、ネガティブキャンペーンではないんですけど、兵庫県の方では割と根こそぎ取っていく地引き網、地面の海底のところに敷いたその網を全部ガバッと上げてですね、それでもう根こそぎ取っていくような漁法をするんだそうでして、まあ、その代わり富山県よりもこのホタルイカの価格は下がるし、まあ、大きいのも小さいのもみんなまとめて取っていくというやり方だそうです。続いて富山湾の宝石として知られております白エビを紹介します。これです。富山湾はあっという間に水深が深くなりますので、こういったのも取れるわけです。なんか全国で富山県しかこれは取ってないというか、本当に貴重な富山だけのもの。他に氷見で取れたものとしてこの海藻の料理があるんですが、なんて表現したいかね、すごい細いネギみたいなシャキシャキしたもずくっていうイメージですけど、長手もという名前らしいんですが、なんか佐渡島の情報ばっかり出てきますけど、多分日本海でよく取れるんですよ。そう、この通りシャキシャキとした歯ごたえがあり、粘り気のある海藻として有名なもずくとは、そう、全然別物です。なんかもずくに見えるでしょうけど、最後にこれだけ、マスの寿司、マス寿司を皆さんに紹介します。これはですね、もともとお寿司というのは慣れ寿司というのがありまして、発酵する、まあ、なかなか匂いのするような変わった食べ物だったらしいんですが、なんか滋賀県とかに行くとね、売ってるんですけども、この富山ですね、徳川吉宗に早寿司という今のこういう押し寿司スタイルのものを作ってですね、渡したところ、徳川吉宗が大喜びして、そしてじゃあ作ってみようというんで、地元の名物になったのがマスの寿司だそうです。富山、高岡、それから多分金沢、今全部あると思うんですけど、北陸本線の旧特急停車駅のところに行くとですね、マスの寿司の駅弁を売ってます。東京でも売ってます。そのマスの寿司、駅弁がすごい流行って、みんなうまいうまいと食べたんで、マスの寿司が富山の名物になったと、こういうふうに伝えられてるわけです。初めて富山に来た時はね、確か僕15歳だったと思いますけど、あの時マスの寿司を買って北陸本線の急行型電車に乗ってね、それでクリカル峠を越えながら、お寿司にナイフで切って食べましたよ。懐かしいですね。次はなんかこういうちまきみたいな料理が来たんですけど、ほどくとなんか破壊されてしまうので、多分包んだまんまで焼いたんでしょうね。中身はね、ちょっと東南アジア風にグリーンカレーでこうなんかあえたアコウダイだったんですけども、多分アカウオって呼んでるやつだと思うんですが、で続いてですね、手元に今白エビがあるんですよ。さっきも一回生で食べたんですが、またこの生の白エビが来て、あ、本当と思って、ね、すごいなと思って見てたんですが、これはね、焼いて食べる前提のものだそうです。バターがありまして、旅館おなじみの固形燃料フードなんですけども、この別に生でもうこれめっちゃ値段すると思うんですよ。これこんな立派な食事出てきたんだから、もうこのまま生で食っちゃえばいいんじゃないかなと思ったらね、これ中に白子が入っておりますので、これは火を通していただいて必ず召し上がりください。多分この白エビ自体は生のまんま食べられるやつだと思いますので、もう焼くなんてもったいないなって気もするんですけど、多分そういう風なものをここで贅沢に焼くからこその美味しさがあるでしょう。美味しそうにできました。本当白エビっていうのか白エビっていうのか分かんないですけど、高級品ですかね。こんな一度にね、どっさり口に入れられるっていうのは贅沢なことなんですよ。
ここ今届いておりますのは氷見牛のトマト鍋ということなんですが、この日本海側の結構ねすぐもう崖みたいなのが迫ってるようなところに牛を育てる広々とした土地があるんですね。そういうことですね。でこれをですね、まずあの牛肉とかを食べた後に、まあ、残ったつゆの中にこの氷見うどんを入れて、氷見うどんもね僕食べてみたかったんですけど、ちょうどできた。でそれでこれなんかスパゲッティ風にして、あのバジルソースとかを入れて全部食べましょうねというものです。で肉が出来上がりまして、あの美味しくいただいてたんですけども、そうね、あの僕ちょっと大学 の, あの入学の年の関係で僕の学年だけあの必要単位数が多かったらしいんですが、それを忘れてて、なんか大学留年したらしいっていうのをね、あの原先生から教えてもらったんですよ。でそれ衝撃的すぎて、肉はあのなんか結構食べてしまいました。うお本当とかもね、ちゃんと紹介してないんですけど、改めて脂身ばっかりではなく、しかし柔らかいいい肉ですね。氷見うどんっていうのは相当美味しいらしいんですが、そう僕は食べたことがありません。コシが強いうどんだそうですね。うん、すごいですね。確かにめちゃくちゃもちもちしてるな。この細さに対して、あちょっと落ちちゃった。締めのご飯も持ってきてもらいました。これねブリ茶漬けというやつです。どれがブリかと言いますと、これです。ブリのそぼろにしたやつを乗せて、これでお茶漬けにして食べると。茶漬けの類の食べ物っていうのは、まず最初にこのまんまの状態で食べると、おしっかりブリの味がしますわ。それはまあブリのそぼろなんですけど、最後デザートです。これはねティラミスでお麩が入ってると、でこっちは氷見のハト麦を使って入れたお茶だというふうに書いてあります。え、これこのまま食べるの？めっちゃ硬いですねこれ。あ、多分さすがにこれ食べ物じゃないな。こっちから器に入ってるのをこう食べるんだ。周りにボカボカ溢れてきますけど、まあ、こういうもんなんでしょう。なるほど、確かにこのちょっと茶色っぽい、これがお麩ですね。あ、落ちちゃったのでね、余計見やすくなりました。もうはっきりお分かりいただけると思います。お麩にコーヒーのなんか出汁を染み込ませて、それでティラミスにすると面白いやり方ですね。お腹いっぱい食べました。もっと本当はねブリシャブとかもあったんですけど、注文しようかなと思ったんですが、食べきれないんじゃないかなと思って今回やめて、実際ちょっとねさっきご飯食べたのが早かったこともあって、まあ、ちょうどいいぐらいでしたね。お部屋はこちらです。これ助かるわ。これちょっとみんな多分迷うんでしょうね。まあこれがあるから迷いませんけど、あれ、あこっち書いてある、非常にわかりやすい。違う違う、こちらですって書いてあるからそっち行きそうになっちゃったけど、僕の部屋は6階なんで別にエレベーターに乗る必要はないんだった。部屋に帰るとか面白いんですよ。ここにね地味に注意って書いてあって、ちょっとこう下り坂になって、おっと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 みたいな。よし、ちょっとやっぱすごいわ、お屋敷ですよこれ。やっぱ改めてもうだって玄関だけで4畳半ぐらいありそうですもんね。それよりはちょっと小さいかもしれないけど、この部屋もう僕じゃなくて天皇陛下とかに泊まっていただいた方がいいと思いますよ。テレビもねこことこっちにもあるんですよ。2箇所あります、テレビ。それじゃあね温泉に来ましたんで温泉に行かなくちゃ。今10時半なんですが、10時までのねこの岩風呂使用のカーテンっていうのかな、こういうねあの露天風呂みたいなのが多分あるんですよ。で10時で一般の方が終わりなので、もう今お風呂場に裸になってる人はいないから、僕が動画撮りに行ってもいいってわけですね。これこっち行ってんのかな。でも一応外を出てくからこっちがいいな。僕なんかツアーの団体旅行でも、ね、いつもこの格好で行きますし、でもちろん温泉旅館の中でも、まあ、浴衣がこの格好で歩いてるわけですので、もう皆さんになんか宿の人とか旅行会社の人としょっちゅう勘違いされてね、添乗員だと思ってなんかこれってどうやって行くんですかみたいに聞かれて、でただ普通に話しかけられたんだと思って、あのこっちこう行ったらこれありますよとか教えちゃうことあるんですけど、あ添乗員じゃないのあなたみたいな風に後でびっくりされる。岩風呂は一旦正面玄関を出て、まあ、そこに例の海があるわけですけども、ここで夜の風を浴びながらしばらく歩くんですね。まあ、でも徒歩3分なんですぐですが、いやいいですね。もうね大して寒くありません。まあ、寒いですけど、でも思ってるほどじゃないな。この間北陸線の特急乗ってね北陸トンネルを抜けた時1週間ぐらい前でしたけど、まだ雪は残ってたんですが、もう春が近づいてたなって感じがする。富山県のね能登半島のこの付け根のところで、そんなに夜のこの時間でも寒くないというのがいいな。春が近づいている感じがする。でもなんか今日富山の人は今日寒いですよねみたいな人は、意外と暖かいところなのかな、海が近いから。なんか、ね、結構いい温泉みたいですよ。いやなぜそう思うかというと、ここになんか排水溝があるんですけど、ここはねなんか今登らなくなっちゃったんですけど、たった今までねこう湯気がもくもく出てたんですよ。で強い匂いがする。あほらほらほら出始めた。これですよ。これわかる、これ出てるじゃないですか、もくもくね。強い温泉の香りがします。これお湯がドバドバ流れてるってことは、お湯の量も多いってことですよね。
超いいじゃないですか。あ、なるほど、これは日帰り入浴のお客さんが多いわけだ。日帰り入浴の方こちらみたいなね、いっぱい書いてありましたもん。別館塩の家庭っていうの、あ、塩の香りします。立派なお座敷があり、これね、日帰り入浴のお客さんが使えるそうです。今ちょっともう営業時間が終わってるんで、あの暗くなってますが、お湯、やっぱそうですね、ナトリウム塩化物泉、お湯を地下から汲み上げてまして、源泉のお湯は 55.3 度ですから、そこまで加水しなくても入浴には結構適してるんじゃないですかね。ほら、やっぱそうだ、5月から10月の頃は加水するけども、今は気温が低いんで多分してないんじゃないですか。まずは入浴前に見せてもらいますけど、おお、いい風呂だ。へえ、こんなにいいんですか。しかもね、これ建物の中なのかな、全然寒くないんですよ。まあ元から大して寒くなかったですけど、いいね。で、こんなに大きな大きな湯船ですよ。毎分70リッターぐらい入って、で、あのこうなんかお湯がちょっとずつ入れ替わったりとかしてるらしいんですけど、いいのこれ。ここの撮影の時間は11時までで頂いてるんですけど、もうこんな時間なんですよね。いや、ちょっとなんかもったいないことしたな。これちょっと気をつけて入った方がいいやつだな。うっかりすると多分斜めに滑り落ちていったりすると思うんで。おお、あっちあっちっていうか、まあ熱くないんですけど、あの僕がねちょっと温度に弱いだけです。いや、このお湯は素晴らしいな。いい濁り湯じゃないですか。しかも非常に気が利いてですね、ここからもお湯が出てるし、あっちからも出てるんですよ。すぐに曇っちゃうんで見づらいですけどね。ここ素晴らしい温泉ですわ。ここね、日帰り入浴もやってるんですよ。で、多分 10時まで日帰り入浴できるのかな。それも凄まじい話なんですけど、さっきも書いてあったと思うんですけど、で、あの550円なんですよ。550円でこれなら安いです。で、さらに、シャンプーとかもついて、それで550円ですからね。銭湯の430円だってシャンプーはついてないですから。で、奥にお座敷があったと思うんですけど、あのお座敷も使えて何でもいいですけど、550円なんですよ。めちゃめちゃ良くないですかこれ。企業案件旅行もね、なかなかいいですよ。僕今回の工程結構自分 の意思で、まあ、いろいろとあの内容はね、アレンジさせてもらったんですけど、まあ、ここに関してはあの日々のここの温泉泊まってみませんかみたいな話を受けて、あ、じゃあここにしますって決めたんですよ。僕日々に温泉とかがあるってことは一応知ってはいたんですけど、どういうところか分かんないし、うん、まあそう、じゃああるんだったら泊まってみようかなみたいな感じで泊まったんですが、こういうね、知らない場所をあの結構知ることができる。まだまだ日本は、ね、行ったことがないところがたくさんあります。やっぱり皆さんね、あの旅館としては泊まっていただくのが一番だと思うんですけど、最低限通りがかったらここには使っていった方がいいと思うし、あの氷見の駅とかでね、氷見線を例えば降りてバスの時間をうまく合わせて、でこの旅館の前で降りてここに日帰り入浴使って帰っていくとかね、そういう楽しみ方もありますんで、ぜひね、足を伸ばして来るべき場所だと思いました。あまりにも素晴らしかったので驚いてしまった。もう温泉の上がった後のね、この爽快感ちょうどいい。それは味わうにもいい気候ですよ。また最上階、自分のところに戻ってきました。で、戻ってきた時にね、また気づいちゃったんですよ。なんか僕こういうの嫌な客って思われないかなと思うんですが、ここにね、扉あって、見るとこれ上に上がる階段があるんですよね。6階が最上階的な感じで、エレベーターもこれ以上上はとりあえずなさそうなんですけど、実際にはここによく見ると階段があるから、まだ上に行けるんですね。まあまあまあ、その中屋上みたいなところが出られるようにそれはなってるでしょうけど、こういうここから実はみたいなの見つけるの僕大好きです。ここはまあ分かりやすい例ですけどね。さて、そして12時になりまして、もうですね、お風呂の時間は終わりました。まあ女の方はまだ人がいるみたいなんですけど、別に僕は男湯の方に行くので、もう一個の風呂もね、今から貸し切りで使わせてもらいましょう。露天風呂付きらしいですよ。まずこれが普通の風呂なんですけど、お湯が違うんですね。やっぱ多分さっきのあの別館のところはあそこでしか沸かないお湯なのかな。でも地下から汲み上げてるって言ってたから、あれ、やっぱお湯違いますね。こっちはこっちでね、超オーシャンビューですよ。その湯煙の向こうに僕がさっき歩いていったあの海岸のところがありまして、向こうは逆に遠く高岡とかの街並み、なんとなく街が向こうの方が明るいですよね。やっぱり、ね、街明かりなんじゃないですか。あとは灯台も見えます。出た、これ、この宇宙の方がね、シャンプーとかはデラックスのやつで、この旅館あるあるのあのバイオシャンプーとかバイオボディーソープ、だいたい旅館で売ってるんですよね、これね。でも性質を見てみたんですけども、さっきの分析表に書いてあったんですが、あの同じ成分みたいです。水深の違いからなのかな。この温泉ね、まあ、なんと言えばいいのか分かんないんですけど、あの上がった後に肌がすごい
サラサラになるんです。もうすごいサラサラするんですよね。で多分なんですが、塩化物泉って書いてありましたけど、まあそれ直接は関係ないかもしれないですが、塩の塩分みたいなのが多分含まれてるんだと思うんですけど、舐めるとね、結構しょっぱい味がしましたが、そういうのがあるので上がった後成分が体に付着して、それで肌が多分サラサラするんだと思います。最近よくですね、僕がお風呂に入ってる映像をサムネイルにして、それを皆さんに見ていただくっていうようなことをやってるんですけども、それなんか自分が風呂に入ってるのを視聴者に見せて再生回数を増やそうとしてんだろみたいなコメントがあったんですが、そんなことは思っています。それ見たいっていう人はまあゼロだとは言いませんけども、少しぐらいはね、40万人も登録者がいる、そういう人もいると思うんですが、まあ全体のごくわずかでしょう。別にそういうことじゃなくて、ただなんか温泉に入って、ね、ゆっくりするっていうのは温泉旅行の定番じゃないですかね。そりゃそうだと思うんですけど、それでその味わいを皆さんに感じてもらえれば面白いかなと思ってですね、それでやってることでございますんでね。あっちが東の方向になりますので、明日の朝ですね、時間がいいとちょうどこの辺からこう日が昇ってくることになります。で朝日がよく見えて、そのところにですね、立山連峰のシルエットがバーンとこう横一列に並ぶらしいんですね。それをね、見るのがこの旅館の醍醐味だと。どうか晴れてもらいたいですね。大丈夫なはずですけど、ちょうどここに親切にも日の入りの時間、日の出の時間が書いてありました。山の高さにより30分ぐらい遅くなります。なるほどね。3月の17日は、ちょうどこれは、6時半ですね。ぴったりだ。ついでに、女湯の方も紹介させていただきます。もうもちろんいませんよ、誰もね。いないってことはホテルの方でも確認していただいたんですけど、女湯の方がね、結構大きいらしい。僕のなんか知ってるところでは男湯の方が立派な旅館が多いみたいな話だったんですけど、これ曇りも一旦取りました。最近ではなんかそうでもないみたいですね。確かなんか若干こっちの方が大きいですね。まあ、ともかく男も女も結構なお湯で大いに楽しみましょう。よし、さあもう6時半までね、6時間切っとりますんで、早く戻って早く寝ましょう。さすがにもう遅すぎて消灯してるわ。それだって外へ出る時間じゃないですもんね。もうお風呂の時間より、締め切り時間より後に僕は入ってるし。でもよくよく考えれば丁寧な話ですよね。だって別にみんな部屋の中に入ってるわけだから、消灯してもしなくても基本わかんないじゃないですか。もうこれすごいですよ。洗面所だけでもなんかここにもあってそこにもあって、あれどっち行けばいいんだっけ、あこっちじゃないわと思って、間違えてこっちに行ったらですね、ここに、まあ、ちょっと今僕の充電とか置いちゃってるんですけど、ここにもまたねなんか流し台があって、部屋の中だけでも道に迷うと凄まじい状態ですが、寝床はここです。でもやっぱちょっと電気とかね、もったいない、申し訳ないんで一つずつちゃんと消していこう。大きい家に住むと電気を消すのが忘れがちになっちゃいそうですね。エアコンも消すか。なんかリモコンがまた大きいんですけど、これを押せばいいんだな。なんか喋ったお掃除運転ができるんですか。こっちのエアコンつけておきましょうね。温度は25度まで上げなくていいんで。その代わりですね、一旦寝室の明かりをつけて、あそこにやっぱあるんですよエアコン。これ喋るのかな。やっぱ喋るんですね。ちょっと温度下げてきますか。温度を23度に設定しました。僕が何も説明する必要はなさそうですわ。それでは皆さん、また明日布団に入ってぐっすり眠ります。翌朝が晴れてるといいですね。おはようございます。いやすごいいい天気なんですけども、いい天気がいい感じに日は差してるんですが、残念ながら立山連峰はね見えませんよ。これどうなのかな、天気予報的には。もう昨日はね晴れだって言ってたんですけど、これ確かに天気予報的には晴れですわ。あらー、まあこう普段だとこういう感じで見えるんですよ。いや結構ね、富山湾から見る立山連峰ってね綺麗なんですよ。こういうふうにバーンと横に壁のようにね、3000メートル級のね、3000メートルで2000何百メーターの山がずらっと並んですごいかっこいいんですけど、いや残念だなこれは。いやまあしょうがないですね、こればっかり天気なんでね。その代わり漁に出ている船がおりまして、結構たくさんいますね。なんか動きもいいな、ずば早い。漁業で有名な姫のお魚、今ここで盛んに取っているところです。まあ、これを見られたということで
これもまあ悪い景色じゃないんですよ、ただの。もっとすごい景色だっていうのは、これ知っといてよ。やっぱ天気ってのは大事ですよね。朝ごはんの時間です。出発が7時半なんで、それまでね、食べ終わらないといけないんですけど、でもむしろね、こう早いタイミングに来たからこそ、結構素晴らしい景色じゃないですか。朝食のプレートです。朝ごはんの量にはちょうどいいですね。これなんかネギトロとかこういうのいろいろここに乗っけてください。お、これちゃんとしたネギトロじゃないですか。なかなかね、お目にかかれないんですけど、ネギトロっていうとなんか、マグロのあの、ミンチにしたようなやつと、ラードとなんか混ぜてすごい油っぽくなったようなね、ベタベタした食べ物になっちゃってるイメージがあるんですけど、これは本当にマグロのその中落ちみたいなやつを取ってきて集めただけなんじゃないですか、これ。いいですね。定置網見ながら食べましょう。朝からなかなかデラックスですよね。このぐらいでいいかな。かけすぎると良くないな。あ、でもめちゃめちゃお腹いっぱいになった。食べ終わったらね、もうそろそろ出発です。何日も泊まっておられるんですか？富山は1泊なんですけども、北陸3県をそれぞれ1泊ずつなんです。ああ、なるほど、はい。あのトンネルができる前は多分この左の道だったんですよね。左の道だったんですね。そうですよね、それこそ私ら子供の頃っていうか、はいはい、大人になってからはもうこの道はありましたけどね。ああ、もうそうですよね、前はね、多分この道だったと思うんですけど、はいはい、なるほどなるほど、なんかね、道の様子からしたらそんな感じですよね。そうですね。ですからここにもうち何軒か並んでますし、はい、農協さんかな、そういう漁協みたいなのありますから、はいはいはい、やっぱ昔これはメインだったんでしょうね。そうですよね、多分ね、道の雰囲気からでも昔はじゃあもう車のすれ違いもできないようなところから大変そうですね。なるほどなるほど、農協さんありますね。最近まで、最近っていうか、はいはい、この40年ほど前なんですかね。はあはあ、立山は見えませんのでね、じゃあせっかくだからその代わりにということで、旧道探索です。八幡トンネルって書いてあります。昔はここが今ね、片側一車線ずつになってるちゃんとした道路の昔の姿だったんですね。多分そうでしょう、これやっぱ。だから僕が昨日歩いた家とかが並んでたところも旧道だったんだと思いますわ。あ、でも結構新しいですね。あ、昭和54年3月修復だから掘ったのはまあ戦前ってとこなのかな。と、はい、道がどんどん狭くなっていくんですよ。ああ、そうですか。それでなんか私夜入っちゃったら向けなくなっちゃう。はいはいはい。このトンネルも昭和54年修復って書いてあったから、多分元はもう戦前かなんかもっと昔に掘ったんですよね、多分。戦前なんでしょうね。まあそうですよね、それでそっち側旧道入ってたと思うんですよ。そういうことですね、ああ、ね、あそこの、まあ、ちょうど番屋街のところですか、あれ取材に行ったんですけど、明らかに防波堤みたいなのがあるから、これはひょっとしてと思ってやっぱそうだったんですね、だからそれでタクシーで連れてきてもらいました。今ね、氷見の駅まで来ましたよ。本当だったらね、宿からの無料で車で送ってもらえるんですけども、まあ、今日はちょっといろいろと先を急ぐということで、送迎が始まるよりも早い時間だったのでタクシーで来ました。で、昨日行ったこの氷見の番屋街とかね、漁港とかこの周辺なんですけども、やっぱりね、運転手さんに聞いたらなんか元々はここ全部海だったらしいですね。だからああいう番屋街とかそこら辺の土地はなかった。で、昨日、あれなんかここに変な防波堤みたいなのありますねとか言いながら通ってったところありましたけど、やっぱ防波堤はね、昔はあそこが海岸だったことの名残らしいです。それでここが氷見駅です。長いプラットフォーム、今はどうですかね、一番混む時間帯で3両とか4両とかそれぐらいの長さで運転してるのかな。この時間はまだ列車がいませんが、到着列車は基本的にここに止まります。こっちにですね、こう線路がこのように途切れている曲がったこういう場所があるんですけども、まあ、これ昔はね、ここからこっちこういう風にやってきてここと合流していました。で、合流してどうなったかというと、今これで駐輪場とかなんかこういう広々した謎のスペースになったりしてるんですが、これずっとこのまままっすぐですね、車両が行って、奥に蒸気機関車の向きを変える多分転車台があったんじゃないかなと思うんですよね。今はこういう風に両側に運転台のついたディーゼルカーになってますから、運転手さんが反対側に移動すれば簡単に進行方向を変えることができます。昔は先頭に蒸気機関車がついて、でそれが一番前に必ずいる状態で引っ張っていたわけですから、
バックをするときには機関車を一番後ろ側に取り外して付け直さなきゃいけないわけですよね。じゃあどうしたかというと、この終点の駅に到着した列車の機関車を一旦切り外して、でこっちの方へずっと回送してきてですね、でこの奥の魔法まで持っていって、あそこでぐるっとこう向きを変えてですね、でそしてまた戻すと、で今度はこの左手のこの線路を使って一番奥側に持っていって、逆側に頭を持っていく、まあ、そうすれば進行方向の転換ができるわけです。お客さんがいっぱい降りてきました。この折り返し高岡行きに乗って、まずは高岡、そして次の目的地石川県金沢市へ向かいます。多分ね、幕が今からこのキハ47の幕がぐるぐる回ると思いますんで、ほら回りました。1個でしたね。そんなぐるぐるつ音じゃなかったな。これいいですね。この JR 西日本のキハ47、最近ではね国鉄時代の色になりました。もう田舎の駅にはこの色の車両がいれば似合うみたいなね、もうそういう風にあの鉄道マニアの頭は凝り固まってるんですけど、でもやっぱりいい色だと思いますよ、とても。あとは何が似合うかっていうとね、昔ながらのこの ホームがちょっと低いんですよ。低いホームに合わせてこうステップがついている、段差式になっているキハ47のこの乗車口ね、これがぴったり似合ってるのがまた素晴らしい。乗車券今買いました。この旅の最終目的地は京都です。で京都をあの皆さんに紹介するわけではないんですけど、まあ、様々な理由でですね、あの福井編でちょっと京都、最後ちょっと出てくると思います。この氷見という町の名前がいいですよね。氷を見る、これね、もともとは実はあのファイヤー の炎の火だったらしいです。だからとんでもない大火事があったとかで、それでちょっと縁起が悪いからあんまりにも火事が多いので、氷という名前に変えられたとか、そんな話を聞きましたよと運転手さんが教えてくれました。いいですね、週刊運転台。あ、まだテールランプがオリジナルのやつだ。3両編成でして色が一緒なので全部同じに見えるかもしれませんが若干違います。まずこの真ん中のやつがキハ40といいまして、ドアが1枚片開きで顔は両側についています。でこちらはキハ47で、顔がですね向こう側にしかついていません、片側で。ここに両開きの扉が2箇所ついています。まあ、つまりこれはあの1両このままでは使えないんですけど、これは顔がこっちにも向こうにもついているんで、この1両だけでも走らせようと思えば走らせることができるという車両でして、まあ、こっちの方があの通勤通学予想にあの向いてるんですよね。いっぱいお客さんをどっさり乗せられるから。どっちが好きかっていうのはね、鉄道好きな人の中でいろいろありますけど、まあ、僕はキハ40の方がどっちかって言ったら好きかな。最近 JR 各社の中で、ね、キハ40とかどんどん数が減ってるんですが、 JR 西日本の氷見線とかでは多分今後も結構長く見続けることができるんじゃないかなと思います、まあ、僕の予想ですが。